今週の仙台、スマスロバジリスク絆通天然。設定6の機械割り 114.9%。スマスロ、天井、333ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、32ゲーム。AT 純増、約 2.9 枚、投入台数、3万台。リセット初当たり調査。BT 当選までの BC スルー回数。リセット狙いは不可。ゼロゲームから打てる台ではないですね。BC 一発目の BT 当選率は一応高いが狙えるレベルではない。天井は333ゲームですが、全長も込みだと341ゲーム当選が多かった。気になった点だと解析サイトだと BC8 スルーで BT 当選ですが、BC7 スルーで BT 当選が多かったので、9割以上は7スルー以内に BT 当選している。リセット台の最大ハマりは341ゲーム。リセット台以外の最大ハマりは341ゲーム。リセット狙い、全く狙えません。何の旨味もないので、リセット台のメリットはないが、もしかしたら前作みたいなリセット台の1ゲーム神歩きは有効の可能性はある。ハイエナ狙い、狙えるポイントは3点。BC 天井狙い、333ゲーム天井なので、比較的に狙いやすいが、BT 当選して出す台なので、期待値は高くない。スルー BC 天井狙い、ゲーム数 BT 天井がないため、スルー回数で狙うが、8スルーする可能性もあるが、そこは気にせず、4スルーくらいなら狙えるラインかな。執念ポイント狙い、執念チャレンジが、本気の大量で玉のトリガーなので、ここを狙いたいが、どの程度で溜まるか不明なので、現状は様子見。ハイエナする場合は、天然 BC を選んで、汚れしさを見る立ち回りが重要かな。天井情報。実戦地だと7回目の BC で BT に突入するケースがかなり多かった。ハイエナ狙いはスルー回数がメインになりそうなので4スルーから狙っていきます。期待値は4スルーで1500円くらいかな。高設定、低設定データ。前作とは違いかなり荒い仕様。最大ハマりが329ゲーム。前作の絆2よりかなり波は荒いし、設定6の勝率は高くないかな。結局執念チャレンジ待ちの台なので、典型的なスマスロ荒波タイプ。BC からの BT 当選率には違いはありそう。私も初日の稼働見に行きましたが、割と空き台が目立つイメージでしたね。結局演出が同じなのと、コイン持ちが悪すぎて、低設定の吸い込みがエグすぎて二度と落ちたくなくなる気し。貫きはあるし、万枚などは狙えるが、これならカラサーやブブブ、人が多そう。結構こける印象が上がったかな。設定がちゃんと入る店で、設定6探せる店ならばありだけど、結構評価は悪いかな。私の狙い目、BC ハマり230ゲームから天井まで、BC4 スルーから BT 当選まで、執念ポイント示唆が強ければ狙う、エンディングが厚い台なので、3枚2400枚、機械台は一応狙い目、この4点で狙ってみます。さらに詳しくは、ブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。